フェデックス14便着陸失敗事故はアメリカ合衆国で発生したパイロットエラーによる航空事故である。同型機の MD-11997 年7月31日、フェデックス14便は東南アジアのシンガポールからマレーシアのクアラルンプールと台湾を経由し、アラスカのアンカレッジからニュージャージー州ニューアークに向かっていた。アンカレッジからの運航は 機長と副操縦士の運行乗務員の他に操縦室のジャンプシートに別の航空会社のパイロット一人とフェデックスの職員二人が搭乗していた。14便として運行されていた機体記号 N611FE の機体は1993年に就航した最新鋭機であった。また、第一エンジンの逆噴射装置に剥離があったため、 万が一に備え作動できないようにしていた。事故機の残骸午前に1時頃完成塔から降下が許可され、ニューアーク国際空港の22アルカス走路への着陸準備が開始され、1分間に500フィートの降下率で降下していた。午前1時30分頃に着陸が許可された。着陸はフレアフェーズまでは正常だったが、一度設置した後で浮上し、 右に傾きながら再度設置した。14便は滑走路を滑りながら傾きを増し、ついには裏返しになり停止した。14便は大破して炎上したが、搭乗者全員は操縦席の窓から脱出し軽傷で済んだ。国家運輸安全委員会の事故調査によれば、事故原因はパイロットエラーであるとされた。それによると運行乗務員は着陸距離を計算間違いしたため、 滑走路長に余裕がないと誤った認識をしていた。そのためできるだけ滑走路の端近くに着地支給制度をかけないといけないと考えていた。また逆噴射装置が一つ使えないことも判断を誤らせた。機長は滑走路の17フィート上空でおそらく早めの着地を達成するために機種を下げた。続いて高価率を下げるために機種を上げ、水力を上げた。 続いて着地するのとほぼ同時に機体が滑走路から離れないように再び機種を下げた。これらの制御入力は着陸を安定させるには遅すぎて大きすぎるものであった。飛行機の高い高加速度と右方向のロールが右翼の後部下駄を破壊し右の燃料タンクを破裂させた。着地をハードランディングではなく水力とピッチ姿勢の調整で制御するため機種下げと 水力増強で対応した。そのため、激しく着地したため再び浮き上がってしまった。このまま着陸また行をすれば問題なかったが、機長は機種下げによって設置させた。この設置は膠着装置に深刻なダメージを与え右翼燃料タンクを破壊し、炎上させた。一連の機長の操縦による現象は、パイロット誘導振動と呼ばれるもので、 パイロットの操縦が振動を助長させていた。結果的に機長の操縦が航空機を破壊することになった。なお MD-11 は2010年までに総生産200機中8機が全損事故で失われている上に、そのうち着陸時の事故はこの件を含めて5件を占めている。2019年現在14便という便名は香港台北アンカレッジメンフィス線で、 使用されている。ありがとうございます。